はい、じゃ今日のね、食べ物はね、こちらでございますね。こちら。あ、こんにちは、どうも。こちらを作ります。濃厚だれ、魚粉、つけ麺文化を作り上げた、各店、ガンジャっていう、もうつけ麺のね、濃厚魚介豚骨という、ガツンと麺に絡む、魚粉の香りと旨味の、食べ物でございます。こちらはね、ちょっと、朝じゃないわ。昼の3時からね、ちょっと食べていきたいなと思います。いやー、美味しいでしょ、これ。わかんないですけど、まあ。とりあえずね、ちょっと食べてみましょう、これね。うん、とりあえず、これは、ぐつぐつ、水を満たせて、で、麺をね、ほぐさなくちゃいけないので、まあ、ちょっとちっちゃいんですけど、まあ、これでちょっとやっていきたいなと思います。鍋小さいのが不安だけれども、まあ、なんとかなるでしょう。とりあえず、このウィンナーをちょっと入れていきます。これが私のお肉となります。具材以上。以上です。中身開けると、こんな感じで2人前あります。これをね、5分茹でるみたいですね。で、その後に、このガンジャのタレと魚粉を入れて、つけ麺としていただくようですね。はい、じゃあ振ってきたので、沸騰してきたので、この、ガンジャの、ね、麺を入れていきます。タイマーは5分。やばいやばいかな、ちょっとなんか嫌な予感がしてきた。あまりにもちょっと多すぎかな。もちょっと鍋もうちょっとでかいやつにしとけばよかった。タイマーを5分にセット。よし、そしたらこの5分ねカウントダウンしていきます。ちょっとねちっちゃいぞ。結構ギリだよ、これ。ギリっていうかもう、こぼれてるぞ、これ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。これはちょっと、下たり落ちている。おっと、こんなもんですかね。あー、鍋ちょっと、これは、完全にさ、ミスったよな。しかも、ソーセージでも、ちょっと増量してるからね、水かさが。とりあえず5分間、これをね、温めていきます。はい。いや、今年度も終わりだから、いつも通り四国旅行。四国旅行はニコ生で行ったことないような気がするんだよな、ね。多分な。まあ、ちょっと今治行きましたけど、少しだけね。うん。その間にですね、これ、茹でてる間にこの魚粉をね、ちょっと入れていくと。いう感じです。まあ、これちょっと1人前なんですけど、1袋、入れていきます。で、その魚粉と、あと、このつけ麺のタレですね。このまんま、がっつりと入れるようです。この時点でなんか濃厚感がある感じですね。魚粉？あ、魚粉。魚粉って何？野菜や果物を作る時の肥料。その時魚粉使うの？てっきり魚粉って食べ物でよく使われてるのかと。よく見るよね、魚粉。さあさあさあ、あと、だんだんとね、柔らかくなってきたかな、これ。うん、鍋がね、今日の範囲は鍋だわ。うん、はい、じゃああとね、16秒でね、出来上がるという感じで。で、あとはこれをザルで冷水にして、ちょっと冷水で、流水で、冷やすと。冷やすっていうか、まあ、流し込むという感覚ですかね。リン酸でうまくなるんだ。あ、そうなの？リン酸でうまくなるの？この魚粉とか。知らんか。はい、ということで、こちらをですね、今から流水にぶち込んでいきます。はい、ということで、こちらはね、できたものがこちらになります。で、で雰囲気を出して、ザル式にしました。であとはね、お湯をね、この中に入れるだけで終了だそうです。こちらお湯に入れて。おぉ!100cc でも結構なんか、100cc 入れてるんですけど、でも意外と 100cc でも量はあるね。あ、でもウィンナーが入ってるからな。さあ、これで、魚粉と、ね、つけ麺がこれ。ちょっと野菜がね、あれですけど。まあ、野菜はね、いらないんですよ。さあ、じゃあこれで、あとはあれを用意しなくちゃいけません。あれを。さあ、じゃあ今回はこちら、一番搾り超芳醇キリン長ビールでございます。はい、これをいただきたいと思います。じゃあいただきます。お疲れ様です。どうも。昼から昼なのか、おやつからビールはうまいぞ。じゃあ早速ですね、こちらいただきたいと思います。
これはうまそう、いい感じ。あ、とろ、もうとろみがね、すごいね、これ絡まってる感がめっちゃある。いただきます。うん、うん、魚粉の肥料はうまいぞ、これ。肥料っていうのは、肥料って。うん、うん、麺に絡まって美味しいね、スープが。まろやかなね、感じがしますね、これ、味が。うん、うん、うまい。ちょっとここに置いとこうかな。うん、宣伝がてら何も広告費用いただいてないですけど、ガンジャでございます。はい、うん、これどこにあるお店なのかな。ちょっとね、ここにね、ちょっと住所とか書いてほしいよね、これ。まあ、生麺なんですけど、5分なんだよね。なんかでかい、麺が太いから多分5分やるんだろうね。うん。ちょっと1人前少しね、少ないから、一応2人前入ってるんで、ほんと大人1人分って考えてもいいのか、男の人1人分でいいのかもしれない。まあ、女の人でも2個食べれると思うんだよね。うん。うん。はい、ということで、こちらガンジャ。ぜひともね、食べてみてください。結構、なんか、思った以上にとろみ感があって美味しかったです。ビール鍋は、残念なのは、種類が1個しかないってのが。ミルフィーユ鍋。それで焼肉タムラ行こうね。焼肉タムラ。焼肉タムラはちょっといけない。あれはね、本当にね、ひどいから、あれは。さあ、解凍された、白子ちゃんでございますね、これ。解凍してんのか、これ。解凍してんのか、これは。なんか、アイスみたいになってるけど。まあいいだろう。里中吉田さん、ここでも解凍しよう、一応。はい、オッケー。さあ、これで、すべての具材が揃った。ちょっと、きのこがないんだけど。きのこないけど、まあしょうがないね、これね。里中吉田さん、うん。これはしょうがない。これは仕方ない。これは仕方ないよね。うん、これは仕方ない。致し方ない。うん。